ありません。ご覧のようにアディショナルタイム1分と表示されています。18番の広瀬、さあ今度はトスがチャンスメイク。ゴール前に藤田待っている。そしてアンデルソンが行った、アンデルソンが行った遠目からシュート放った。これは遠目から江藤のミドルシュート、見事なシュート、目の覚めるような弾道でした。いやー、木島さん、ここは相手の手を引く素晴らしいシュートですね。いや、あのキーパーもナイスキーパーだと思います、今は、はい、この広瀬のボールキープ、よくこの広瀬も見ていました。間合いのあったボランチの江藤が自らシュートを放っていきました。さあ前半の大きな山場を迎えました。草津対湘南の一戦、湘南のフリーキックのチャンス。ゴールマウスを守るのはザスパ本田、仙台戦でも何度も好セーブをマークしました。ザスパの紺色の厚い壁、それを打ち破ってアウェーの湘南、3試合ぶりのゴールを生み出せるか。本田選手相当考えておりますよ。あの、右で来るのか左で来るのか、それによってあのボールの軌道も全く違いますから、動くタイミング一歩も、はい、アジェルを飛ばして加藤だ、ナイスセーブです、ね、加藤のぞみのキックもしかし良かったですね。素晴らしいあのセービングですね。あの、アジェルかと思わせて加藤、そうしてないセーブ。やはりアジェルがあそこで動きますとキーパーとしてはあの本田から本田選手から見て右に